Hey guys, my name is Wasamon. Nice to meet you. 改めまして、おしがすぐしの日本人アニメリアクター Wasamon です。よろしくお願いします。毎日 YouTube にアニメリアクション動画を投稿しておりますので、もしよろしければ高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録、コメントよろしくお願いします。さあ、今回見ていくのはタイガー&バニー2第7話。赤子の口から宝石です。知らないこのことわざは。なんだ聞いたことがない。わからない。まあ今回の第7話がちょうど真ん中に当たる第13話までね、今配信されてるから、で10月から第2プールがあるので、ね、まあ、そっちのために今見てるっていう状況でございますので、よろしくお願いします。まあ、まず前回のおさらいで6話ドラゴンキッドとマジカルキャットのお話で、その先輩後輩っていうのがね、こうあってね、まあ、キッドも僕が先輩だからっていうのがあってね、マジカルキャットは、まあ、何、その、詳しいのはわかんないけど、まだ最近ヒーローを始めたばっかりで、実戦には慣れてないから、僕が前に出て、いろいろやって、徐々に慣れていってもらおうっていうのがあったんだけど、まあ、キャットもそうだけど、キャットのお母さんもね、ちょっと、過去にいろいろあったもんで、いい、あれはね、相棒じゃないの、バディじゃないわよ、ライバルよ、あなたの活躍する機会を奪ってるの、ポイントも人気もっていう感じだったんだけど、そこでやっぱりワイルドタイガーパイセンがね、めちゃくちゃかっこよかったんだよ。俺にはできないけどお前ならできるって言って、バニーちゃんに対して犯人を捕まえてくれっていうのをね言って、でそこでちゃんとキッドも気づいて、信じるとかさ、何、その頼るっていうことをやっと覚えたっていう感じだから、めっちゃいい話だから、俺はこれをね道徳の教材にしろって言ってるんだけどね、何をどうやっても教育委員会がねスポンサーにつかないもんだから、どうしようかって思ってるんだよねみんな見た方がいいよこれ、幼少期に見た方がいい。あ、2分30秒経ってた、見るが、もしこの動画良かったら高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ツイッターもやっておりますので、ツイッターのフォローお待ちしております。よろしくお願いします。タイバニはね、マジでね、見た方がいい。俺のこの動画は見なくていいから、タイバニを見てほしい。はい、それではネットフリックスで再生していきます。3、2、はスタート。ででん。アネットフリックスオリジナルアニメシリーズ始まった。そう、なんかずっとちょいちょいこのホープって出るけど、何これ。リトルアウラーラみたいな書いてる。ほう。怪しい。君は誰だ。始まる。君は誰だ。やばいんじゃないこれ。虎徹のお父さんが出たら、お父さんが出たらやばくない。君は楓の何なんだねとか言わない。俺だったら言うよ。妹が連れてきた。誰やって言う。あとはなんか高校生の時にさ、妹がなんか彼氏とどっか行くってなってさ、高校生じゃねえな、妹が専門学生の時に、なんか彼氏が迎えに来た時にムカつきすぎてさ、なんか家に入ろうとしたんだけど、誰や、挨拶場せんか挨拶場っつって、
面白いやつって。まず付き合うならさ、俺に挨拶はせんやって言ってくる。あれは納得いかんかったもん、ね、カレイドフェスやめてって言われても俺これ今後も続けるから、カレードフェスタっていうのだって気持ちいいもん。これも続けるから合わせやすいでしょ。だって歌いたいもん。本編開始。第7話、赤子の口から宝石。ねえ、君は誰だ？出たっけ？ひ？ヒッターっていう。ヒイズトーマスね。なんかちょっと前のバーナビーのファンたちみたいだね。出たっけ、サロちゃんって、この仕事とやり。楓はわかるけど、サロちゃんは何だ。言ってもう一回。そう、お前が言うんじゃねえわ。ああよかったね。ああだろうな。優しい。あん。ん。ハース向かいのマッティア。なんかこういう絵があったよね。なんか。あのゾンビのやつだ。何？所長。あら。爪が伸びるネクスト。所長大丈夫かな？なんかありそうな気するけど。思った。ああ、お母さん。なんか、めっちゃ子供いいんだけど。結婚したのか。え、こんな描写あった？ちゃんの子供かじゃん。ああチャーハンが。うわあ俺これ言われて、これ言われて。
作っちゃうよね。ワイルドタイガーのおじさんじゃないか。どうした？なぜ吐く？どうした？あ、ダメか。まあまあまあ。ダメよ。ダメよ。ほう。そうなんすよ。そう。汗。再コピーできない。もう一回触れ直すっていうこと。いないよ。いないに決まってんのよ。やめろ。お父さんだね。すっげえ真面目なことやってんの、お前。ちびっこ法律教室。こてつって呼んでんだ。自分だ。そうだよ。ずっと出てないんだ。ジャスティスデーってあの劇場版のやつやろ。なんでここに連れてきた。やべやべ、わかんねえ。
謎の単語よ。なんかこういう映画あったね。お前も持ってんの？自分のために薬作りよらんか。違うかな。ちゃっかりやな。あー。レジェンド。え、入んの？マジか。なるほど。わざと。危ねえ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 。うわ、やべえ。
うわーやべえ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 。何？なんだ、どんなの？ヒーローじゃねえんだ。そう。なんだそれ。膨らむのか。ネクスト！何、何だったの？何なの？かっこいい。お、学校じゃん。強そう。サイン書いてくれて、いる。2ヶ月。大丈夫かな、これは。
なんかやってんじゃんお前。自分に打っとったんか薬。あれほら、なんかほら、あれあったじゃん、ゾンビの映画。なんだっけ、なんかそして誰もいなくなったみたいな感じのやつ、ハリウッド映画のやつ。なんかゾンビを治す薬を、なんかあんな感じだったようなやつだったじゃん。なんか名前忘れたけど、初向かいのマッティアがとんでもないことになっている。あれ絶対自分にやって、今のところ何もないよっていう記録と取るんだろ。っていうかお兄ちゃん結婚してんじゃん。あんな描写あったっけな。突然結婚したんだけど、サロじゃっていきなり出てきて、誰よって思ったら娘やん、お兄ちゃん。まっていうことは何、サロジャとカエデっていとこでいいんかな。やっぱあるよね。俺やっぱホープ読んでんじゃんこいつらも。次回から動き出すやん、やばいやん。第1話の頭につながってくるやつじゃん。あれいつだったっけな、2ヶ月前みたいな描写があったような気がするけど、ちょっと今は見直したくないな。なんかちょうどそれっぽいんだよな。なんか薬のあれも2ヶ月とか言いよったけんが、研究所か、あれもなんか2ヶ月とかだけ。うわー、やだー。うわー、でも楓ヒーローになりてんだ。っていうかなんかあれね、思った以上にネクスト能力を持ってる人ってそこら辺に転がってんだね。みんなそのネクストを持ってるっていうのは隠しながら生きてるんだ。なんかネクスト持ってる人はヒーローにならないといけないのかなみたいなのがあったけど、そうでもねえんだな。楓がコピーしたね、なんかレジのお姉さんだって汗かくネクストだったし、なんだ、ほら楓が助けた建設の人の能力は多分なんか髪の毛がツンツンになるみたいなネクストだったし、まああれか、なんかその人口に対する割合的にネクストが少ないからやっぱ変な目で見られるっていうのはあるんだろうね。そういうあれなんかな。でも一応ヒーローアカデミーの見学には行ったけどだね。虎徹ももう一回考え直すっては言いよったし、思ったけどやっぱ劇場版見とってよかったな。赤子の口から宝石ってどういう意味だったんだろう。なんか仕事褒めてくれたとかなんかそういうあれだったんかな。ライアンは見抜いとったね、悪巧みを悟られないようにっつって。マッポシ当たっとってん。うわぁ、でもこれ楓どうすんの。サロジャは
多分ヒーローにはならない。でもタイミングが悪い今、フガンムガンやってきてんのよ。おじちゃんと一緒に12人を殺そうとしてんだよ。気をつけてね。もしこの動画良かったら高評価グッドボタン、そしてチャンネル登録コメントよろしくお願いします。ツイッターもやっておりますので、ツイッターのフォローお待ちしております。概要欄の方リンク貼っておりますので、そちらのチェックぜひ。ということで、タイガー&バニー2第7話、赤子の口から宝石でした。ありがとうございました。ならり。